高木屋老舗は、東京都葛飾区柴又にある草団子などを中心に、出す和菓子店、食事どころである。創業は明治元年であると言われている。古くから、柴又大社店の参拝客に団子などを振る舞う、店として知られていたが、高木屋老舗が著名になったのは、国民的映画シリーズ、男はつらいよの主人公、車、虎次郎の実家。 トラヤのモデルになったことである。建物も、明治、大正期に建てられたものをそのまま使用しており、男は辛いよの雰囲気に触れることができる芝又を代表する名店である。高木や死には映画、男は辛いよの撮影の度に、休憩や衣装外に部屋を貸していたのがきっかけで、出演者などと親しくなったという。その後、トラヤのモデルとされるようになり、 店の外観が映画でもしばしば登場するほか、高木屋の店内には、主人公、車、虎次郎を演じた、厚木清しや、監督の山田洋次から贈られたお土産や、記念写真が飾られている。また、店内の一角には車虎次郎が座ることを、想定した、予約席がある。また、厚木清しは撮影の合間に通行人に声をかけて、高木屋の呼び込みなどもしてくれていたという。 高木や老舗のおでんなど、その他に、ケージや753、長寿用の和菓子商品がある。持ち帰り用商品も用意されている。団体用メニューもある。また2017年からは焼き団子とレンギレの和菓子、作り体験サービスも提供している。ありがとうございます。